はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。はい、ということで本日もデッドバイデイライトの動画を撮っていきたいと思いますけども、はい、さあ早速行きましょうか。今回もね、デッドバイデイライト、ちょまでい、ちょまでい。はい、なんすか急に。ちょっとね、はい、緊張感ないわ。え、どういうこと？撮影にってこと？いや、もう DVD をプレイするということに。あ、慣れちゃってる。そう、ちょっとね、やっぱホラーゲームだけどさ、はいはいはい、ちょっともうギャグゲームになってんじゃん。まあ確かにね、慣れちゃって怖いってならないね。うん、うん、それじゃあ強くなれないよね、やっぱ。あ、緊張感と恐怖感が必要。そう、はいはい、だからちょっとこの試合、はい、じゃ富士さんはドワイトになりきり、ほう、俺はこのデビキン、竹金になりきる。え、ちょっと待って、俺はドワイトになりきるの分かった。もう、はい、その本当に現地にいるドワイトの気持ちでやるってことでしょ。はい、竹金の気持ちでどういうこと。竹鼻リベンジでやるんだよ。竹鼻リベンジで。というわけで今日はどこだここは。いやいや、あの多分逃げれるしな、あいつ。じゃあ始まったら、ね、俺はデイビッドキングになりきるから。オッケー、始まったらじゃあなりきりでいこう。うん、なりきりでいきますよ。じゃあそれぐらいちょっと緊張感持って、もう本当にこの世界に自分はいるんだぞっていう。オッケー。うん、うん、なんだここ、どこだ、あれ、ビルじいさん、ビルじいさん、 あんたなんでこんなところに。おい、ここは一体どこだ。デイビッド、なんだその髪の色、一体どうなっちゃったんだよ、クソアキが。相変わらずいじめてくるぜ、クソ。なんだここは、なんだここ、なんだこのフックは。おいおい、なんだなんだ、驚しいものがいっぱいだ。なんだ、どうすればいいんだ、どうすれば出れるんだ。ピーン、はっ、ひらめいたぞデイビッド。この発電機を見てくれ、きっとこれに何か秘密があるはずだ。おお、あれ見ろ、え、なんだ、おお、なんだこいつ、身長2メートルを超える大男が、でかい女性を追いかけてる。デイビッド、見つからないようにこれを回すんだ。殺人鬼だ。殺人鬼か、あれが。よくわかったな、袖なしの。早く回しやがれ。わかったよデイビッド、あんまり大きい声出すな。でもどうだデイビッド、なんか俺がいると作業がはかどらないか。あれない。デイビッド、24の見過ぎじゃないか。なんか信号が聞こえるぞ。この信号、ピン、はっ、分かったぞ。まずい、味方が切られる、ぶん殴ってやるぜ。おい、デイビッド、無理するんじゃない。デイビッドも怪我している、それが分かる。なんだこいつ、痛い、棒で殴られた、棒で殴られた。あれ、どこ行った、いなくなった。おい、デイビッド、なんだあのイカれた医者は。全然痛くも痒くもねえぜ。デイビッド、でも叫んでるぞ。遠くからでも分かる、デイビッド。おい、叫んでる様子。小さい小屋の地下、なんかあるぞ。小さい小屋に地下が。小さい小屋に地下だと。気をつけろ。とにかく、その情報、ありがたくもらっとくよ。一体何なんだ、この場所は。FG さん、そして、もう一人、まずい、加納先生が、そう、このわけのわからない悪夢のような場所に閉じ込められている。加納先生も怪我している。つい追われているぞ。デイビッド、大丈夫か。お前一体どこなんだ。あの喧嘩自慢のデイビッドならきっと逃げれるはずだ。なんとか振り切ったようだ。デイビッド、すごいな。振り切ったのか、デイビッド、あの化け物から。とにかく僕はこの発電機を回すよ。配線のバイトをしたことがある。やられた、味方がやられた。俺は助けに行くぜ。デイビッド、いざという時頼りになるぜ。貴様みたいなチキン野郎は発電機でもつけてな。だけど悔しいけど、ここは言い返すより先に発電機だ。くっそー、あの殺人鬼め、俺の糞尿かけてやる。そんな野蛮なこと言って大丈夫か。逃げるぞじじい。ビルジーさんを逃がしたのか。なんて男だ。
頼りになる。僕もここは黙ってられない。まずい。回復してくれ。化け物がいる。その女。化け物が僕を追いかけてる。あ、怖い。すごく怖いぞ。化け物が。うっ。くそ。化け物とに殴られた。ひっ。動けない。まだ発電機が1個しかついていない。デイビッド、よくわからないけど僕、多分今やらかした。このルールはわからない。デイビッド、肩にフックが貫通してるよ。まずいぞ。ああ、叫んでる。あれ、でも見える。見えるぞ、みんなのいる場所が。あ、誰かが来てる。助けに来てくれてる。痛い。あれはビルジーさん。ビルジーさん頼む。助けてくれ。ありがとう。でも怪我は治ってない。このままじゃまずい。だけどここは怪我を治せる先にこの作業を進めなければ。デイビッド、くそ、叫んだ後に殴られてたもん。デイビッド大丈夫か。ちょっと早く誰か俺を助けに来るんだ。さっきでも助けたから。なんで発電機が1個しかついていないんだ。とんでもない状態だ。これはなぜ味方3人いて誰も発電機を触っていないんだ。デイビッド、これはまずいことになった。全員場所がバレている。早く俺を助ける発電機をつけろ、このクソ野郎ども。で、俺は逃げるぞ。デイビッド、で、俺が逃げてる間に誰か行ってあげてくれ。デイビッドを助けてあげてくれ。はっ、ダメだ、俺から離れたぞ。いや、こっち来ている。ほら、そうだ。デイビッド、これは終わった。この試合は終わりだ。くっそ。いや、まだだ。デイビッド、確かまだだ。俺を助けに行かない。確かまだ俺は死なないはずだ。まだ大丈夫だ、デイビッド。うわ、なんか、はあ、雲のような腕に襲われてるよ。デイビッド、デイビッドが叫んでる。で、何が起きてるんだデイビッド。これはなんでみんな走り回ってるんだ。追われてるのは一人じゃないのか。もう終わりだこの試合は。クソ雑魚どもめ。わかるのかデイビッド、彼らが。なんで発電機1個しかついてないんだ。あ、でも殴られてるぞ。加納先生が殴られてる。一応助けに行くが、もう終わりだこの試合は。無理だ。ちょっと待ってくれ、殴られた加納先生がこっち来てるぞ。デイビッド、殴られて怪我した加納先生。間に合わねえ、それ間に合わないぞ。ああ、こっち来てるぞ、ドクターが。死んでくれ。ああ、そう、ザコは死んでくれ。デイビッド、あとは任せたぞ。足を引っ張るんじゃねえ、俺の。デイビッド、デイビッド聞こえる？デイビッド聞こえる？まずい、うるせえ。今、空からデイビッドたちを見守ってるよ。今のところ、殴られてるよ。そう。加納先生はそんな見た目だったの？なんだ、もうやられてるのか。もうやられてるのか、あいつ。デイビッド、今のは早いのかい？早いな。早いのか。相場で言ったら早かったんだね、デイビッド。デイビッド、正気じゃないのか、君は。正気を取り戻せるかい？
ああ、場所がバレてるよ。カノン先生の。くそ、雑魚どもめ。デイウッド、ああ、助けてあげてくれ。ユズ爺さん。助けるか。助け、逃げるな、お前。走るな。走るな。なんで走るんだ。おい、回復させろ。おい、なんで、なんで走るんだ。どこに行くんだ、お前。おい、爺さんはもう嫌になってるよ。バカ。時間かけさせやがって。うるさいな。助からないかな、デイビッド。地下にかけられてるよ、また。あの先生もまだ生きてるよ。デビッド、発電機あと4つだよ。とっとと生きやがれ、ジジイ。デビッドは面倒見がいいな。面倒見がいいけど、デビッドまだあと4つだ。あ、殴られてるぞ、デビッド。なんとか救う。なんとか救おうと思います。はい。あれ、デイビッドじゃない、竹。竹花？昨日しかし竹花だったのかい。あ、助けた。もう逃げれますから。あ、でも正気に戻ろうとしてるよ、彼は。バカで、バカですからね。頑張るんだ。ちっちゃちっちゃスキルチェックちっちゃ。なんだ今のデビット。うろ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 。あ、デビットでもこれクローレットは逃げるんじゃないか。で、どうぞ来た。デビットの得意技だ。デッドハードを見せたけど板がない。板が見当たらないぞ、デビット。ああ、もうダメだ。なんで発電機が1個しかつかないんだ。デビット、安心しろ。味方は今、地下でセルフキャッチする。バカか。クソ野郎が。俺だけは、俺だけは生き残ってやる。デビット、あ、ハッチってものがあれば逃げれるかもしれないぞ。ロッカー一発でバレたぞ、デビッド。カノン先生、ロッカー一発でバレてたぞ。クソ雑魚め。4つぐらいあるのに。さあ、でも出ればきっとハッチが出るはずだ。さあ、俺だけは逃げてやる。頑張れ、デビッド。何の音も聞こえなかった。ああ、締められたよ、デビッド。あれはおそらくハッチを締められた時に起こる現象だ。もう逃げられない、デビッド。目の前だ、フックは。あれ、あ、綺麗にかけられた。くそ。辛い戦いだったね。カスが。デイビッドの言葉だよね。それはデイビッドの言葉です、今。ですね。今のはデイビッド。いや、難しいな、なりきりながらって。難しいってか。いや、待って、これどんな試合だよ。違う。それ以前の問題だと思うわ。なりきる、なりきらなくなった。うん。早いし、みんななんか追われてねえのに全員走って逃げてるし。そう。ちょっと今のは僕も、ふるがいなかったわ。うん。これはやっぱ、頼りになるドワイトでいこう。いや、ドワイトだからいけないんじゃないか。それあるかも。ちょっと俺も、ちょっと変えるわ。俺デイビッドやるわ。デビキン。いや、ダメ。ダメ。デビキンは、俺やって分かったんですけど、うん、最後多分通電したら、うん、味方を逃がして死にます。そういうキャラ。多分そういうキャラです、こいつ。だから多分誰が使っても、このなりきりでやると多分死にます。
自己犠牲で終わっちゃうんだ、はい、口悪いんだけど最後味方助けるタイプなんで、うん、優しいやつなんだ、はい、じゃあもう分かった、やっぱ重里さんで、じゃあちょっと俺も重で糸井重里さんの声出せるちょっと糸井重里さんの一回声聞いてきていい？ちょっと俺も予習してくるわ。一回予習しましょうか。一回予習しましょう。はい。一回予習しましょう。え、これは一体何をしてるんだこんなところで。ちょっとあれ、なんですかねここは。糸井重里の殺人鬼ナンバーワン始まりました。あれ僕の声がするな。さあ、発電機をつけていきますよ。おかしいな。なんでこんな僕の声ばっかりするんですかね。あれ、びっくりしたんですね。透明になる鬼が来ましたね。透明になる鬼、これはちょっと恐ろしい。あら、あ、ここには大人も子供もお姉さんもいますね。殺人鬼もいますよ。一体どんな場所なんでしょうか。いやでもね、これは私じゃなくて、これは皆さんがね、どうにか欲しい。今重里さんとすれ違いましたね。あれ、今僕がいたな。若い時の僕がいたように見えたけど、一体ここは何なんだろうな。ちょっと待ってくれ。あ、すごく広い階段がある。2階に上がってみようかな。あ、2階は発電機が。やられてしまいましたね。おい、ちょっとあれ俺なんじゃないかな、あれ殴られたの。まあでもここは釣られて誰かの助けを待ちましょう。あ、これはきっと誰かが助けに行くところでしょう。じゃあ僕はちょっとこれはロッカーの居心地をちょっと確認してみますかね。これだいぶロッカー居心地いいな。お、お嬢さんが助けに来てくれましたね。あ、じゃあこれちょっと僕は出ようかな。うん、僕は出てちょっとこれお嬢さんと一緒に仕事をしようかな。2回目殴られちゃいましたね。あれ、あの人大変そうだな。ちょっとじゃあ自分の分身だから、これ俺が助けに行った方がいいのかな。ちょっとじゃあ行ってみようかな。まあ、ここは一旦釣られて誰かの助けを待ちましょうかね。ちょっとじゃあ行ってみようかな。なんだか自分で自分を助けるってのもね、そういう変な感じするけど、ちょっと行ってみようかな。じゃあ助けてみようかな。うん、おい、逃げろ。うん、ちょ、こんなフックがあるからいけない。うん、こんなフックがあるからいけないな。うん、さっさと壊しちゃおう、こんなフックは。まずいな、まずいな。ちょっと誰か回復してくれないかな。いっぱいフックがあるからいけない、こんなに。あー、でも1回に1つしか僕は壊せないな。ちょっと、いやね、この発電機をね回すってのはこれなんかちょっとね、あー、僕がやる仕事なのかなってなるね、これ。誰か回復してくれる人はいないかな。あれ、もう一人の僕が困ってるな。ちょっとでも僕のちょっと、どこに分かんないな。僕はちょっと味方を探して回復でもしようかな。あ、いい提案だな彼は。あ、これで切られたら負けだけど、どうしようかな、どうしようかな。これもう死んだな僕。あら、大丈夫かな彼は。これ死んだな。彼がどこにいるか分かんないからな。あ、これボタンを押し間違えちゃったな。探しますか。あ、2階だ。僕2階にいたのか。僕はこれ僕しか釣られてないのに、まだ発電機1個しかついてないのがまずいな。一体これどういうことなんだろうな。これ何もないのかい、ここは。あれ、なんか一人いなかったな。さよなら。僕は何だったかな。あ、もうあと2つでこれ逃げれるんじゃないか。不思議な場所だね。
とここは、あ、そっか、2階建てなのか。ちょっと2階に行ってみようかな。これちょっとまずいね。こんな場所にいると思わなかったよ。おー、痛いね、これ。結構痛いもんだな。あれ、これ、袋小路じゃないか、ここ。え？ここはちょっと、時間かけちゃおうかな。うん。時間かけて、見ようかな、なんて。うん。うん。あー、ダメだった。なんだよ、今の。長いな、あれ。あんな長いもんあるからいけないな、これ。ちょっと、なんか、あ、手こずってたな。あ、でも2人ともつけてくれてんじゃないか、これ。ちょっとこれは、あ、これフックにこれかけられたら痛いな。痛いけどどうなんだろう、フックって。あ、でも、あ、ギリギリだ、ギリギリダメだったな。もうちょっと降りれそうってみな。あ、探してるな。でもだいぶ遠くいるぞ、これ。あんな遠くで、あんな遠くで回してる。僕いなくて大丈夫じゃないの、もう。ちょっと助けてくれたら嬉しいけどな。どうだろうな。あのもう回しきってくれたら嬉しいんだけど。僕のなんか、これ僕の今見てるもの、多分味方も見えてるっぽいな。あ、これありがたいや。うん。おい、なんか、チャイムな。僕の通ってた小学校こんなチャイムじゃなかったな。助けに来てくれたら嬉しいんだけどな。あ、まっすぐ走って、あ、来てくれるかな。どうだろう、あの人来てくれたら嬉しいんだけど。あー、結構遠いな。あー、結構遠いな、これ。どこにいるんだろう、あれ。あ、見えて見えた。来てくれたけどどうだろうな、ちょっとこれ。とりあえず助けてもらって、僕もう一個上行こうかな、そしたら。もう一段上。あ、なんもなかった。どうしよう、俺。これちょっと困っちゃうな。これ困っちゃったな。こんなね、上。あれ？僕のこと。やった！諦めたぞ、彼は。僕はね、ちょっとね、これ、アドレナリンがね、高ぶることができるんだよね。そうね、知らない相手が。悪かったけど、これ、ちょっと微妙かな、距離的に。逃げられないよね。さあ、でもちょっとこれは、僕もうさっきギリギリだったからな。あ、目の前にフックあるけど、あ、もう一個の方行った。いや、ダメだったか。それじゃあ、また、次回、お会いしましょう。え？ん？いけたと思います。何が？何が？いや、いや、ヨシオは一応したんすけど。ヨシオってね、糸井重里の。え、ヨシオね、ヨシオ。あ、ヨシオね、はい、ヨシオね。ヨシオしたんだけど、うんうんうん。多分ね、敬語の富士さんと敬語の西沢になってんだよね。俺、あの、インタビュー受けてる糸井重里さん。いや、コロナに思うシャープ7でしょ、多分。あれ同じの見てる、もしかして。それ。いや、俺は、やっぱ、ほぼ日刊糸井新聞でしょ、どうせ。いや、俺糸井重里が語るヒットを生む組織作り。俺が見たのはね。いや、なんかちょっと声高い、うん、敬語の人だなっていう。そう、ちょっとね、難しいね、特徴を捉えるのが。いや、ちょっと難しかった、これ。だって、ただの俺だもん。いや、ほんと。え、富士さん、いけたと思う？結構似てたと思う、自分で。いや、もう、糸井重里さんの、あのキャッチコピー言った時点で終わってたよ、俺も。そうなの、俺も最初の最初の殺人鬼ナンバーワンで終わりだった、うん、レパートリーは
大人も子供もお姉さんもつって終わりだったから。ちょっと悔しかったね、伊藤重さんは。ちょっともうちょっと分かりやすいキャラクターないかな。大丈夫かな。伊藤重里ファンの方にはちょっと本当に申し訳ないです。いやもう俺伊藤重里のモノマネしてる芸人見たことないもん、まず。俺もそうよ。俺もそうだよ。そっからだな。まずね、ちょっとじゃあ。いやだから堀さんとか、うん、コロッケさんとかがモノマネしてたら多分できたんだと思うんだよね。あ、モノマネ芸人さんがね、うん、やってる伊藤重里っていうのを見れれば、うん、それをね、そうなんかそれを真似するっていうのができたからね。だから そこになるか、頑張って。ちょっとこれから。え、どういうこと？伊藤重里さんのモノマネをする。モノマネは裏切りマンキーコングだよねって。いや、それお前、裏マンのモノマネじゃんっていうツッコミが起こるように、ね。ああ、そうそう。ちょっと頑張りましょうか。研究しましょう。じゃあ、頑張っていきましょうか。もう全然先見の明が見えない。なんでですか？それはね、僕じゃなくていいんじゃないかな。チャンネル登録お願いします。